今、世界的に薬剤耐性が問題になっているのをご存知でしょうか。過去のエビデンスデータに基づかない、いわゆる経験的治療などの理由で、抗菌薬が適切に処方されなかった細菌は、薬に対する耐性を持ち、有効な治療方法がなくなってしまうのです。これが薬剤耐性、AMR です。現状のまま適切な対策がされないと、2050年には全世界で薬剤耐性菌による死者が、がんによる死者を超えて1000万人に上り、生産累計損失も100兆ドルを超えるとの試算が2016年に出されました。これを受け、 WHO や厚生労働省でも AMR アクションプランを策定し、取り組みを開始しています。画像認識 AI 技術を活用し、次世代医療イノベーションの開発を行う我々カーブジェンは、医療用アプリビッテを開発しました。画像認識 AI によって、抗菌薬の不適正使用による薬剤耐性菌の発生低減を目指します。それではビッテによって抗菌薬の処方がどう変わるのか見ていきましょう。まずは従来の場合を見てみましょう。細菌感染症の疑いのある患者 X さんが病院にやってきた。医師はすぐに抗菌薬を処方してあげないとと考える。原因菌は何だろう。患者から採取した尿、核炭などの検体を使って標本を作成します。標本を固定した後、グラム染色を行い、検体を観察しやすくします。光学顕微鏡を使って技師または医師が顕微鏡観察を行い、原因菌の推定を行います。数名の医師技師で確認してみたが、明確な原因菌の特定は難しい。いくつかの可能性がある菌は思いつくが、培養検査を行って原因菌を特定するのがいいが、およそ1日から3日かかるんだよな。とはいえ、目の前の患者さんに抗菌薬を出さなくては。仕方ない。これまでの経験に基づき、抗菌薬 A を処方しよう。これが経験的治療です。また同じ患者さんが培養検査前に回復しないと来院。培養検査は明日判明すると検査部から言われている。どうしよう、困った。それではビッテが目指すビジョンを見てみましょう。細菌感染症の疑いのある患者 X さんが病院にやってきた。医師はすぐに抗菌薬を処方してあげないとと考える。原因菌は何だろう。標本作成とグラム染色は従来と同じです。ビッテを導入したので、顕微鏡にビッテアプリがインストールされたスマートフォンを取り付けて原因菌の判定をしてみよう。なるほど、可能性のある原因菌が画像認識 AI の確信度とともに5つ表示されている。確信度は過去のエビデンスに基づいた AI の回答の確からしさの参考指標の一つらしい。トップ1に表示されている肺炎肝菌が確信度が高く、トップ2以降は確信度も低いので、この患者さんの原因菌は肺炎肝菌と推定して良さそうだ。こういった診療に役立つ情報が得られるのはありがたい。ビッテでは原因菌の推定だけでなく、原因菌に対する抗菌薬の薬剤感受性試験のデータも提供されている。抗菌薬ごとに集計された感受性の高い抗菌薬を選べればいいというわけだ。ではこのアンチバイオグラムをもとに抗菌薬 B を処方しよう。このように過去のエビデンスデータに基づいた治療方針の決定は確かに重要だと感じるな。培養検査の結果も原因菌は肺炎肝菌だと2日後に判明した。何より患者 X さんはあの後すぐに回復されたようだと看護師さんから聞いた。エビデンスデータを活用し、早期に原因菌を特定するアプリケーション支援はとても重要だと改めて感心した。このようにビッテを活用すれば、早期に原因菌を推定し適正な抗菌薬を選べる。また適正抗菌薬使用により薬剤耐性菌の抑制につながるといった効果が期待されます。 AI の力で正しい抗菌薬を。ビッテ。